よ。去年の6月にだんだんサミットを、私今さ、あの北海道で先生も一応してるんですけども、6月のだんだんサミットに帰ってきた時に、はあ、これはやっぱりもう一回歌いたいと思って、ほんで3回の時に組んでた混血児の人々に電話して、いやライブに出たいと、練習に帰ってくるから出ようって言って、ほんでギターのかよさんがその当時母になったらエレキは持たれへんわって言って、いっぺんエレキを封印したんですけども、なんとかお願いして、そしたらギターケースのカビがギターについてて、メンテナンスに出さなあかんっていうところから始まって、でも家族が協力してくれて、もう一回ライブをしましょうってなって、できることになって、すごく嬉しい今月時です。そうなので、であとは、今日というか今言うのは、あれですよ、奥田さん本当にありがとうございますということと、たけしさんが受かってしまっておめでたいのか悲しいのか、私は北海道から関西に帰ってくるために、たけしさん家でご飯を食べさせてもらって、泊まらせてもらってたんですけども、なんかこれからそれが下根になるのかっていう切なさはしかないんですけども、だけどもふなちゃん解任おめでとうですっていう歌Thank you.
らいで、10年ぐらい前の、すいません、うちはネタなんですけども、うちの大京大の軽音楽部には、夏と冬に批評会というのがあるんですよ。で、夏は合宿で、冬は定期演奏会前に、その当時の在校生のバンドが全部出て、で、その時の在校生、あと OB とかが偉そうに来て、すべてのバンドを批評するんですよ。で、その時に、私が当時3回生やったこの混血児っていう、当時はドラム谷沢由美ちゃんっていう可愛い子だったんですけど、中尾さんっていうおっさんですけども、がやってるんですけど、その批評会の批評文を読んでた時に、混血児は、MC で雰囲気を潰すとか、あとたけしさんのコメントによし、今回のね、おめでとうのたけしさんの文には、ボーカルの本間は目がちっちゃいねんから、もっと目を見開いて歌いみたいなことを批評文に書いてあったりとかしたんですけども、そういうのをこう懐かしく見てましたっていう話です。で、次で3曲しかないので最後なんですけども、あれですね、歳を取ったら、そのあれですよ、自分が大事なものか何かとか、大事にするっていうのはどういうことかとかいうことをちょっと考えるようになる大人になったなとか思いながら、波動を歌います。ギターのかよさんは家族の協力をすごく得ていますので、家族の人ありがとう。
Спасибо.